第2弾流行るかも。流行らないよ。流行らないよ。さてですね、はい、第2弾。第2弾。沖縄チュラガールズフリーマーケット実行委員のお二人をお招きしてお送りしています。はい。沖縄チュラです。で、6月の24日ですね、チャタンドームで行われる女の子のための女の子のフリマみたいな感じでですね、でそんなお話をいろいろ聞いてきたんですけども、で一応フェイスブックの方もあるということで、今ちょっと後ろに出てるんですけれども、はい、でこれはこうでアップしたり、はい、してます。この帽子が100円なんですよ。これ、ね、思ったんですよ。100円、はい、100円なんです。これあともう1枚あります。ピンクがあ、ピンクがいたな、はい、詳しく見て。すいません、気持ち悪い。これトップスが200円、200円です。でショーパン300円、はい、やばい、安っ。安いって。安いけど全然もう見えへんよね、100円とか。価格ですよね。逆にそれたくさんあって着回しした方がいいよね。このちびっ子たちは、はい、これはあのゼファーダンススタジオのちびっ子たちです。この子なんかファッションショーで、あのトップをあの歩いダンスしながら歩いてくれますね。すごい、すげえ、うわー楽しみ。かわいいです。かわいい。このダンススタジオはどこにあるんですか？はい、沖縄。これはあの宜野湾港と、あと泊港と、与那原と浦瀬ありますね。その中からこう、はい、選抜するとか、はい、すげえ、すげえ、すげえ。すごい、いろいろアップしてるので、はい、あのガールズフリマ実行委員会で、はい、したら。見えるかな、ありますかね、はい、検索してみてください、はい、お願いします。でね、なんかこう追加募集とかもね、いろいろこっちからコンタクトが取れたりするので、はい、あのちょっと気になるよっていう方は、まずこちらの沖縄ガールズフリーマーケットの方から Facebook かな、うん、Facebook から来ていただいて、はい、あのホームページもあるんですけどもね、はい、一応ここからも見れますんで、コンタクト取ってくださいということで、はい、お願いします。次はドドン、アラマ。これは、はい、その当日に、はい、第2部とライブとダンスとか、はい、してくれる、はい、ゼファーダンスの子たち、ちびっ子たちです。はい、ちびっ子のダンスは癒されますよね。かわいい、かわいい、かわいい、すごく癒されますよね。うちらより全然動けるから、これ分かる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 、もうもうみたいな感じだから、小刻みに乗ってる自分がちょっとあ、すいませんみたいななるぐらい、なるぐらい。最近ゼファーのあのイベントで優勝したチームなんです。すごい、へえ。じゃあ本当にうまい子たちが、うまい、うまい子、やばいな、へえ。すごい、すごい。とこれは、これこっちが、タイチダンス。あ、ちょっと激しめのフラみたいな感じですね。そうですね、はい、激しめのフラ、なんかこうリズムがちょっとこうアップテンポっていうか、ちょっと、あ、結構しようか、やるんですか。はい、こんな衣装で本当に踊ってくれるんですか。多分こんな感じでセクシーで気に入ってくると思います。セクシーに、すごいっすな。これもどっかこのスクールみたいなところの、そうですね、こちらチャタン校の、すいません、スクール名ちょっと忘れたんですけど、チャタンに名前ポエラバーなんとかカントカみたいな、なんかちょっと覚えきれなくて、の方たちが、はい、出てくれると、はい、やってくれます。すごいな。で、これはフリマのやつですね。そうですね、はい、こんな感じで、はい、掘り出し物もあるよと、はい、うん、よく見たら100円でこんなに可愛いものもあるよと、うん、はい、そうです。これちょっと屋外なんですけど、あの実際は屋内ドームで、あ、そっか、ドームやから、はい、雨でも大丈夫ってことですよね。はい、そうです。いいね、楽しみやね、なんかね、すごいドキドキするね、本当に本当に。うん、で、これは
でこちら K-POP ダンスからのダンスを踊ってくれるすごいサンタモニカバレーっていうあの名前でやってるチームですね。へ、すごい、みんな可愛い子ばっかり、はい、めっちゃ可愛いんですよ。でこのズボンがちょっと空っぽいのかな、空っぽい感じ。細いね、細いですよ。ちゃめちゃ割れてる、割れてる。あの今日アイス31のトリプルを食べてきて、うん、おし明日からダイエットしようぜとかって言ってる私たちはもうちょっと反省した方がいいよ。そうですね、うん、ちょっと行って刺激されましょう。でも実際ね、実行委員のこのお二人もものすごくめっちゃ可愛いんですよ。いやいや、細くて申し訳ない感じですね。一緒に映っちゃって、一緒に映っちゃって、うちらだけこうモザイクかけてブリブリブリっていう感じ、っていう感じですね。まだまだね、そうまだまだたくさん、当日ね、あの写真もたくさん撮っていきたいと思いますんで、当日レポート楽しみにしておいてください、うん、で一応注意事項ですね、はい、一回ホームページの方開けます。ね、ホームページね、と一応いくつか、はい、あのまあ決まり事というか簡単にお約束事みたいなのがあるんですね、はい、それは、まず会場内であの、うん、ピンヒールで来るのはちょっと控えて、それは芝生を痛めちゃうからというのをさっき聞いたんですけど、はい、でもウェージソールとか、はい、あのこっちの平べったくなったヒールとかなら OK ってことですね。ピンに変えました。ピンが刺さるから、刺さるからダメってことなんで、うん、で刺さらなければ問題ないってことですね。 OK ってことですよね、はい、そうです。あとはあの飲食物の持ち込みが あのちょっとダメになってるんで、中でもうあの飲食があるんで、あ、はい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 、そちらで買うこともできるので、まあ、それも一応あれですね、マナーを守ってあの、はい、お洋服とかもねたくさん綺麗にして出されてる方がたくさんいるので、うん、まあ、最低限のマナーを守って、まあ、食べながらこう物を触ったりとか商品を触ったりとかいうのはちょっとさ、あの、はい、マナーを守ってそうやって気持ちよくやれたらいいですよね。飲食店ってどういう感じで出るんですか、はい、飲食店はあの女の子が好きそうなあの軽く食べられるようなポテトとか、うんうん、あとなんかあのポップコーンとか、うん、かき氷とか、かき氷とか食べれるような、そっかそっか、うん、結構あの、うん、今チラシの方これ見えますかね、こういう感じで各店舗とかにも結構あちこちで見たよっていう声もよく聞くんですけども、こちらの方にですね詳しい概要と、で後ろの方にですねこうブース、こっちがオフィシャルの企業ブースさんですかね、あのどこが出るんでしたっけ、ブースはネイルと、ネイルとあとボディーアートと、あとエクステ、エクステとエステも、お、うん、エステも、おー、はい、すごい。でこっちの方が一般参加のフリマの方ですよね、はい、後ろの方がかなりこれ見ててもたくさん出店数がとてもあるので、はい、はい、かなりこれはにぎわうんじゃないかなと、うんうん、でどうしてもちょっといいものをゲットしたいという方はですね、前売りがあるんですよね、チケット当日じゃなくて、はい、その場でももちろん買えるんですけれども、前売りはローソン各店、ローソン各店とファミリーマート各店と、うん、ココストアさん各店 と、はい、とホテルハンビーリゾートでも購入できます、購入できるということで、はい、で一応入場料が前売りで500円ですね、はい、で、当日は800円、はい、で小学生以下は入場はフリー、はい、無料です、無料で、で入場は別にカップルでも男の人でも OK、はいはいはい、男同士でも、男同士でも OK ってことですね、はい、で彼女にちょっとなんか可愛いのでも見てあげようかなとかデートでね、デートで場所もチャタンだしね、行ったらいいよ、行ったらいいよ、なんだ行ったらいいよいいじゃないですか、もう楽しくね、いろんな家族連れでももちろん行って、フリマで買ったお母さんって最近すっごい可愛い人多いから、おしゃれな方ですよね、持ってますみんな、うん、子供服ももしかしたら出てるかもしれないってことですね、はい、キッズ服も、あ、キッズ服も出るっていうことなんで、はい、うん、これは別にガールズフリー
チュラガールズとかっていうくくりじゃなくても家族で、はい、ここで楽しめる、はい、大きなフリマのイベントだと思うんで、はい、ぜひぜひね、あの前売りの方を買っていただくと、あの値段も500円 で当日の混雑も特に ないと思うんで、うん、前売り買っていただいて、うん、で当日みんな気合を入れて買うぞって、そうそう、でフリマ あの個人さんで出してるところってお釣りも用意しないといけないじゃないですか、うん、だからできるだけ崩してお釣りの方とかね、小銭、小銭とかしまったって助かりますね、うん、だって100円のもん買おうと思ってさ、うん、1万円とか出されたらさ、うん、向こうも困っちゃうよ、人の人出すタイプだね、ちゃんと崩してる空気をまず出すタイプだからいっぱい買うぞっつって1万円下ろしてそのまま行くタイプなんです、気合入ってる方だ、気合入ってる、まあ気合入れていただいてもいいんですけどねまあその辺のね、あのお釣り細かいお金を用意したりとか、うん、あのフリーマーケットのマナーを守ってですね、みんな楽しく、これはちょっと楽しみですね、超楽しみですね、うん、はい、で場所の方がチャタンドームですね、今月24日6月の24日日曜日、うん、晴れても雨でもやるよという、はい、天結構で、はい、午前10時から午後17時まで、はい、はい、最後にお二人から何かあれば、はいはい、あのチラシのお持ちにも書かれてるんですけど、出店者もまだまだ大募集してて、こちらはあの前受付500円で安くで出せるの で、うん、でこちら の、 あの受付の場所なんですけど、はい、これがあのホテルハンビーリゾートっていって茶壇にあるんですけど、このチラシの裏とあとホームページにこのハンビーリゾートの地図も載ってるんで、こちらにあの受付を来てもらって、うんうん、出店パスを、出店パスをって、で当日だと出店はいくらになるんですか、ね、当日だと800円で、ちょっと高く、ちょっと高くなる、じゃあもう前もって準備も兼ねて、はい、できるだけ早く出店して、はい、今からどんどん、はい、待ってます、じゃあ妹さん何か一言と、初開催なので当日は若い子からお母さん世代とかまで、うん、もう超女の子がいっぱい集まるんで、もう男同士でもこのファッションショーに出るモデル見たいってなった時、うんうんうん、男同士も全然来れるので、うん、もうみんな遊びに来てください、はい、盛り上げていきましょう、はい、お願いします、はい、そんな感じで今日は可愛い女の子に囲まれてちょっとテンションが上がりましたね、ゆきさん、いつもと違っていつもいつもガラガラしてるあーってなってる感じの方です、テンション上がりましたね、はい、でぜひぜひ、24日日曜日ですね、チャタンドームで沖縄チラガールズフリーマーケット、皆さん足を運んでみてください、はい、それではさようなら、ありがとうございます。